どうも皆さんこんにちは、助です。今回はこちら、ゼウスバルカンの、超時刻級にパンドラパーティーで挑戦していこうかなと思います。解説動画上げてませんでしたね、ゼウスバルカン降臨の、今現在僕ゼウスバルカンのスキルレベルは8とかなんですけど、8忘れた、3ぐらい上げれば終わるぐらいなんですけど、初日でそこまでやって、2、3回と降臨したのかな途中で、その時やれてなくて、今日頑張ってストックしたいなと思ってます。ボックスがね、なんと、今回のアップデートで、8月6日かな、アップデートで僕が1100から1500に、1500は嬉しいですね本当に。はかどります、本当にストックができるし、あと今ゼローグのね、あの海賊流のやつの、スキルレベル上げのために30体ずつ確保していってるので、本当悲鳴上げてた。これでプラマラだったりゲリラだったりできるようになります。で今回こちらです。ゼウスバルカンに、パンドラパーティーで挑戦していこうと思うんですけども、英雄神だったらフェルセウス以外なら多分、慣れれば、攻略できると思うんですけど、ただゼウスバルカンはアルテミスからのあの連戦ボスまでのあれが本当にきつい、本当にきつい。本当ね、ウルズさんはね耐久できないですしね、アルテミスさんに関して一番いやらしいんじゃないか、もうやつがボスと言っても過言ではないくらい、多分僕ゼウスバルカンに負けた回数よりもアルテミスに負けた回数の方が圧倒的に多いん でバルカンまで行けば、まあ基本まあその負けないんですよ、さほどね、まあ、なんでやつらをどう駆逐していくか、そこが勝負になってきます。でまあ変化の使うタイミングっていうのを、まあ、しっかり見極めるっていうのが、まあキーなんですけど、まあ、ちょパーティーのご紹介からいきます。リータ、パンドラ、サブ、ハク、ハンゾウで、フレンド、パンドラです。はい、でこちらでいきます。まずワンフロアなんですけど、ハンゾウの変換で抜いてきたんですけど、これやられるんですよいきなり。まず、お邪魔の処理からいきましょう。で、あわよくばとか思ったんですけど、あわよくば闇ドロップが降ってきませんでしたということで、ハンゾウ使ってきます。こんなもんかな。で、次の、なんとかボルケーノで、ボルケーノしていただいて、ボルボルします。はい、でこれですね、これ目覚め系のやつより圧倒的に降ってくる、もうもはや覚醒レベルですね。目覚めてるというか、もう完全に覚醒してます、ヒドロップがぐらい降らしてくれるんで、半蔵の変換を使っていきます。はい、ありがとうございます。もはや味方でしたね彼は、きっと。次の、ハフリフニール戦に備えてドロップをいっぱい降らせてくれる、きっとね彼はね、あの次のハフニールのことがあんま好きじゃないんですよ、設定としては。いないですよ、なかなか次のフロアの弱点属性のドロップをいっぱい降らせてくれる。結構ねハフニールはかわいそうですよ、そういう風に考えると。で、その辺はもう無視で、で次あと1ターンで反動がたまるので、フィールドロップを処理して、うわもうこれ引っ張りやったらもう何もしなくてこう攻撃して倒しちゃうみたいなところですよこれは。で、スキル貯めましょう、覚醒されするまで。こうですね。で、8攻撃すれば問題なく撃破可能でございます。8攻撃プラスアルファですね、まあ、一応あの念には念を入れてコンボはしっかりしておいてください。はい、うん、で、これ水ドロップを残しておくとこれやってくれるんで、でここも半蔵で突破していきます。
はい、これであれですね、メテオボル系のドラゴンの戦型がなくなってくるのですけれども、次、ジークリートかな。でジークリート、こやつあれですね、ボランティア精神あふれるジークフリートさんなので、パン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 スキル貯めていきましょう。ここであれですね、ソニアとかその辺あの重い辺スキルを、編成されされてる方はここでスキルを貯めていただければいいんじゃないかなと思います。常に突っ立ってるんでこの人。はい、もうそろそろ、あれですかね、足もしびれてきてると思いますので、ジークリートさんね、あれですね、次のフロアに進んであげたいと思います。はい、はい、皆さんぜひ一緒に行ってあげましょう。はい、立ち仕事お疲れ様でした。おお、ありがとうございます。で、ここはあれですね、次は耐久していきます。耐久といいますか、手数で倒します。で、ここの次で結局こんだけダメージ受けるんですけど、99% 攻撃をねしてくるので、回復ドロップは消さないでおきましょう。はい、漆黒のなんての、中二病レベルの、名前の攻撃をしてきますと。でもって、ここで、また次終焉ですね、受けるんですけど、まあ全然終焉させていただけず、なみなべな、クフーリンさんを突破していきます。で、ここ、こやつですよ。パンドラ半蔵で抜きます。そう、盤面が俺に言っている。うわ、下手くそでした。まあでも大丈夫です、倒せます。ここは白半蔵で一気にいきます。あー、次がなー、あれだな、落ちた。ウルズさんはもう大丈夫なんですけど、ここで軽くスキルを貯め直します。ただ回復ドロップがちょっとこれ回復追いつかないんで倒しましょうかね。倒していきますか。回復をしつつ、コンボ組んでいきます。はい、突破で、でもって回復しまーす。あ、無理か。で、ヒドロップいっぱい作ってくれるんですけど、白半蔵で本来は倒しに行くんです、本来は。ただ水ドロップが4個とか極端に少ないときは、あれですね、天より玉石、我々の救いの手、各落ち込むを祈る以外ないです。のでここだけ、運です。していきます。はい、ハック
はい、行きました。 OK です。 1,2,3,4,5,6,7、 あれですね、水ドロップが 1,2,3,4,5,6,7,8、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 個なので、6,3 の本で、あれですね、閉じてあげればいいので、でいきます。これですね。はい、いけ、閉めた。こんな感じで、なんで10個あれば確実に今みたいにパーッと組んじゃえるんですけど、ただ9個とかだとあれですね、僕調校してというか、あれです、最大火力配置といいますか、最大コンボじゃ、しっかりコンボ組んだ上で組める配置を考えないといけないとか、あと、画像引っ張り出してそれを組むようにシミュレーションしたりとかしないといけないんですけど、まあ10個あればしっかり、サクッと倒せますね。はい、こんな感じで、ゼウスバルカン降臨はパンドラパーティーでまあクリアすることができます。他の英雄神でも同じ感じでできると思うんですけど、しっかりアルテミス以降ですね、一番いいのはなんだろう、やっぱタッチ仕事してくれるジークフリートさんだけなんで、水のモンスターがヤマトタケルもいいですし、でアンドロメだとあそこがきついですよね。アルテミスがちょっと結構いっちゃつかないといけない、心と心のハートの勝負になってくるんですけど、まあやっぱりパンドラとかあと孫悟空だと、まあ特に問題ないとは思います。では、そんな感じです。英雄神で攻略されてる方頑張ってみてください。それではバイバイ。どうもご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら。スマホの方は動画概要欄のリンクからチャンネル登録をよろしくお願いします。